だ。北斗の長兄ラオウ、シフに対して天を握ると豪語したと。俺はそのお手伝いをしたいのだが。俺は俺の力で頂点に登る。誰かの力を借りて天を掴もうとは思わぬ。思った通りの男だな。俺はただその環境を作って差し上げようというのだ。ラン、あなたが望む世界。貴様にそんな力があるとは思えんが。この力、この力が動けば世は乱世へと動く。レイの幸福を握りつぶすにはこの男の力が何としても必要。ほう、よく立ち上がったな。貴様のその執念の源、見定めてやるわ。来い、ウヌの執念を見せてみよう。このラオウ、やわな覚悟では動かぬぞ。動かしてみせよう、俺の気力とこの剣で。なんと降格剣、楽しませてもらった。なんという頑強な肉体。だが俺も引けぬのだ。俺はまた帰ってくる。起こせるのか、ランを。サウザーを知っていよう。やつは相当な野心家。俺はやつに近づける。俺はサウザーの配下となりやつを仰ぐ。覇者として乱世に立つべきだと進言する。続けろ。サウザーが俺の言う通りに立った。俺は自分の配下を引き連れ、ラオウ、お前と手を。当然サウザーは激怒し、そうなれば北斗とナントの対決は避けられなくなる。乱世の出来上がりだ。期待せずに待とう。貴様が起こす乱とやらをな。サウザー、俺は今よりあなたの忠誠に誓う。俺は妖精、所詮帝王の星にはかなわぬのだ。サウザー、ナントの中にも覇権を目指す者が何人か。もちろんその筆頭はあなただが、俺はそいつらをまとめ上げて乱を起こす。そしてあなたの元に連れてこよう。一斉崩れる時、なんと六星剣は崩壊する。あなたが望む乱世がこれで訪れると思う。魔王にも同じことを言ったのか。ん、どういう意味だ。ユダ、俺をあまり舐めない。貴様の動きは全てお見通しだ。
妖精とは孤爵な星だ。今のうちに消し去ってくれ。最後に言いたいことは、欲しい。あなたにその気があれば、ペンをもつかめようものを。これがラオウと無品なのだ。それが見抜けぬあなたではなく、黙れ。うるさい口を塞いでくれよ。はっ。貴様がラオウと結んだのは策というのか。俺は乱を起こし、奴の元に駆けつけると約束した。ナントの一派を引き連れてな。対となるナントの兵力も奪い、味方も増えるのだ。ラオウは手放しで俺を歓迎しよう。その時に俺は、ナントの味方と共にラオウを。あなたにとって悪くない提案だと思うが。よかろう。貴様は好きに動け。世を騒がし、かき回して俺のために乱を起こせ。だが俺はアリの反逆も許さぬ。次に裏切ったとみなしたら死んでもらうぞ。仰せのままに。何の用だ貴様。アイリという女をさらったか。おお、あの女か。上玉だからな、高く売ろうと思ってる。貴様、買ってくれんのか、あいつを。一本？まさか。くぅ、貴様、草に紛れて俺様を消そうとしやがったな。その女を素直によこせ。さもなく貴様は血の海に沈むぞ。ただで女を奪う気か、このゲス野郎。ジャギ様がぶっ殺してくれろ。貴様の執念は何だ。なぜあの女を欲しがる。貴様が知る必要はない。さあ、おとなしくアイリを待つ。Oh!
前の可愛い妹は俺の支柱だ。貴様、俺様を怒らせやがったな。覚えてろ。残念だったな。お前の新しいご主人様だ。そんな。この女は俺の切り札。レイの醜く歪んだ顔を見るにはこの女が必要なのだ。準備はできた。醜く哀れに落ちていくがいい。俺はこの世で一番美しい。故に俺の周りには美しいものがふさわしい。マミヤというそれは大層美しい女がいるようでございます。おお、それは興味深い。噂以上に美しい。マミヤ、俺の女になる。俺は妖精、世を動かす女。どうだ、魅力的な提案であろう。なんバカな。あなたの思い通りにはならないわ。もらっていくぞ。美しい女、権力、すべてを手に入れた。この流星を俺は奴に見せつけたい。レイを探し出し、奴のもとに噂を流せ。アイリが俺に囚われているとな。そしてもう一つ、あの仮面の男にも伝える。アイリの牢の警備が甘いとな。ユダ様、それではせっかく捕まえた女が。いやいや、ユダ様は頭の良いお方、きっと命運が。そう、俺は妖精のユダ、知略の男だ。さあ、任務を果たしてこい。ああ、俺には見える。レイが醜く顔を歪め、俺の前に這いつくばっている姿が。来たな、レイ。アイリはここにいるぞ。なんだその顔は。会いたいのか、欲しいのか、妹が。アイリを渡せ。さもなくば貴様を殺す。俺は美しい。
レイ、俺に屈するとは哀れだな。だが、貴様の地獄はこれからよ。俺の命を奪いたければ奪え。ただ、アイリに一目合わせてくれないか。ユダ様、大変でございます。胸に七つの傷の男にアイリを奪われました。なんだと？おお、こんなことがあっていいのか。レイ、愛しい兄がすぐ近くにいるというのに、妹はその手をスルリと抜けていったぞ。なんということだ。レイ、俺はティラクの星、妖精だ。貴様の未来を予言してやろう。貴様は荒野をさまよい、泥水をすり、ただ妹を求める。ゲスな奴らと戦い、人の心を失い、悪党になり下がる。崇高ななんと水晶剣は地に落ち、残虐非道の剣として人々から恐れられるだろう。レイ、思う存分生き恥をさらすがいい。醜く薄汚れた水鳥のようにな。レイよ、俺の復讐はまだ半ばよ。貴様にはもっと無様な死をくれてやる。もがき苦しんで生きろ。絶望のどん底に落ちた時に俺がとどめを刺してやる。またしても俺は貴様の剣に一瞬魂を奪われてしまった。だがこんな死に方はせん。ユダ、俺はずっと幻影を追っていた。お前を、そして美しいなんと水晶剣の舞を。だが最後の最後で幻影を突き放すことができなかった。それが俺の弱さ。だから俺は間宮にも何もできなかった。俺が心から美しいと認めてしまったもの、その前で俺は無力になる。ユダ、レイ、俺がただ一人この世で認めた男、せめてその胸の中で。さらばだ。なんと六星剣伝承者、妖精のユダ。妖精とは、天をも動かす星。